はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、逆輸入車特集、300万円以下で買えるアメ車中古車でもあります。こちら US ホンダのオデッセイ、こちらを紹介します。はい、この車両2011年モデルの US ホンダオデッセイ EX、 車両本体価格268万円、アベカーズ多摩ガレージさんの在庫車両になります。この車両、車名からも、このデザインからも一目瞭然なんですが、日本でも販売されているオデッセイの北米版、US ホンダ版のオデッセイになります。3列シートを備えた前後のやや低めなスタイリッシュなミニバンというコンセプト自体は日本のオデッセイと基本的に変わらないんですが、この車両 US 版なだけにボディサイズ結構大きいです。はい、ちょっとですね、比較しやすいように筆者入ってみるんですが、全長がですね、カタログ上で5153mm、車検証だと515cm あります。結構やっぱり長いです。はい、次、全幅。全幅がですね、車検証上で 201cm、で、カタログ上だと 2012mm、全幅2メーター超えるミニバン、さすがに日本ではありませんので、全幅もやっぱり結構広めなんですが、デザインがですね、結構シャープなんで、パッと見は全幅2メーターあるようには見えません。はい、で最後、前高。前高がカタログ上で 1737mm、車検証で 173cm、筆者の身長と同じぐらいなんですが、なんかこの車ちょっと気持ち低く見えるんですが、この車両車高はノーマルです。ちょっとですね、汽車今日ブーツ入ってて多少高くなってるんで、低く見えるかもしれないんですが、それにしてもですね、前高は全長5メーター、全幅2メーターあるミニバンにしてはやっぱかなり低め、その分スタイリッシュですね。はい、はい、この車両外装フルノーマルで、タイヤホイールも純正サイズ、ホイールは純正の17インチ5本スポークアルミホイールになります。タイヤはブリヂストンのアレンザが装着されてるんですが、サイズは前後ともに235の65R17。 はい、このタイヤなんですが、タイヤですね、それなりに使用感はあるんですが、タイヤの製造年数は19年、で、4年ぐらいは経ってるんですが、溝もまだありますし、このタイヤはまだまだ使えそうですね。はい、それではエンジンを見てみます。エンジンは 3.5 リッターの V6、 3.5 リッター SOHC24 バルブ、 IVTEC で、この車両エンジンももちろんノーマル。こちらのエンジン、カタログ上で最高出力が248馬力、最大トルクが339ニュートンメーター。この US ホンダのオデッセイの北米のライバルである US トヨタのシエナ、このチャンネルにも何度か登場したことがあるんですが、シエナもこのぐらいの世代はメインユニットは 3.5 リッターの V6 だったんで、北米においてはこのぐらいの排気量の V6 ユニットがスタンダードみたいなイメージだと思います。はい、それでは内装を見てみます。で、この US ホンダのオデッセイ、両側スライドドアで、パワースライドドアを装備してます。アメリカのバン、フルサイズバン、ミニバンというと、アストロだったりエクスプレス、ダッジバンなんかもそうなんですが、
まあ、片側だけのスライドドアだったり観音開きだったりとか、まあ、いろいろなんですが、やっぱりですね、この US トヨタのシエナだったり、この US ホンダのオデッセイ、この辺の便利な両側スライドドア、しかもパワースライドドアはやっぱり日本由来のメーカーという感じですね。はい、それではシートを見ていきます。シートはクロスファブリックシートですね。明るいグレーのファブリックシート。内装、まあ、シートとかトリムレベルはグレードによってだいぶ違うんですが、この EX はドライバーズシートは 10way のパワーシートで、このシートなんですが2011年モデル、もう12年前の中古車ということを考えるとかなり綺麗な状態を保ってます。はい、こちらセカンドシート。セカンドシートは3人掛けのベンチシートになります。今ですね、センターにアームレストを倒してるんで、まあキャプテンタイプの2人掛けみたいに見えるんですが、アームレストを起こすとこの通り、まあ、ちょうどセンターが補助シートみたいな感じ、両サイドメインで真ん中補助シートみたいになってるんですが、やっぱ全幅2メーターありますんで幅は十分、大人3人でも普通に座れます。でただですね、まあ、このアームレストはこの紐を引っ張れば簡単にこうやって簡単にアームレスト、センターのアームレストは倒せますんで、まあ、乗車定員に応じてこの辺は使い分ければいいと思います。これだけのサイズがあるミニバンですんで、まあ、当然サードシートを備えてます。でサードシートはですね、よっ、こんな感じでレバー一つで背もたれが倒れながら前にスライドしますんで、乗降は結構楽です。でこのサードシートも実は3人乗りなんで、この US ホンダのオデッセイ 2+3+3 8人乗車可能です。はい、でこれサードシートなんですが、セカンドシートがかなり前にスライドしますんで、まあ、筆者みたいな大人でも、まあ、割と乗降は楽なんですが、さすがにですね、サードシートは大人3人が乗るにはちょっと狭いかなと。子供3人ぐらいだったら全然平気ですし、大人2人も平気なんですが、まあ、セカンドシートほどの広さはないですね。まあ、このヘッドレストとかは別に上に上がるんですが、であとはですね、やっぱり座面がですね気持ち低めなんで、足が結構立っちゃって、まあ、太ももが浮いちゃうんですが、大人が長時間乗るには少し厳しいかなと。でただですね、国産の2リッタークラスのミニバンのサードシートとかよりはやっぱり余裕がありますね。でこの車両サードシートはあまり使用感ないですね。はい、はい、でこのスライドドアなんですが、こちらにもクローズオープンのボタンがありますし、運転席ドライバーも両側ともクローズオープンできます。まあこんなん国産のミニバンでは当たり前なんですが、まあ、長くアメ車アストロとかフルサイズ版やってると、あ、この辺はやっぱりホンダだなとか、そんな感じですね。こういうのはアストロとかだとありえなかったですからね。はい、はい、それではラゲージを見てみます。よっ、電動ではないか。はい、リアハッチ、リアゲートは手動で、このリアハッチなんですが、やっぱりですね、前高が173しかないんで、まあその分スタイリッシュなんですが、前高よりは少し高いところにこのゲートは上がるんですが、背高い人とかだとここに頭ごつっと当たっちゃうかもしれないですね。はい、でこのラゲージなんですが、このサードシートを起こした状態でも結構積載力あります。ここバンパーなんですが、
バンパーの上部よりもこのフロア床がですねかなり下に位置してるんで高さが結構あって、ここはですね荷物積みやすいですね。でさらにですねこの6対4分割可動式のサードシート、まあここ背もたれにこうやって倒しますよって書いてあるんですが、これですね、まあ、ここの紐をですね引っ張るんですが、これちょっと面白いです。こんな感じでワンタッチでこの下のところに格納できます。でこっちも同じ、これをぐーっと引っ張るとよっ、こんな感じですっごい綺麗に畳めます。はい、こちらインパネ。インパネのデザインはですね、まあ、ちょっと前、一昔前のホンダ車、まあ、そのまんまですね。で、車外ナビがセンターにセットされてる以外は、基本これはオリジナルノーマル状態を維持してます。センターにパナソニックのナビがセットされてるんですが、まあ、この配線の仕方だったりとか、まあ、このセンターコンソールにここにユニットが接続してあるんですが、なんかですねショップの仕事というよりはこういうのに詳しいマニアなオーナーさんが自分で設置したとか、そんな感じのイメージですね。はい、今ドライバーシートに座ってるんですが、こうやって運転席に座って前を見てみても、まあ、慣れ親しんだ日本に普通に走ってるホンダ車と、まあ、相対差ない感じですね。で、この車両なんですが、まあ、さっきもお話しした通り、センターにパナソニックのナビ、まあ、これは日本で付けたものだと思うんですが、車外ナビが設置されてる以外はセンタークラスラーとか、まあ、ダッシュパネルとか、まあ、基本フルノーマルですね。ここにですね、視覚防止用の補助モニター、外のカメラの映像が、まあ、ここに映し出されてるんですが、これぐらいですかね。はい、でこの車両、トランスミッションは 5AT、5速オートマティック。で、AT のセレクターレバーはセンターコンソール、センタークラスターの横に設置されてます。この世代のオデッセイ、最上級グレードのツーリングだけ6速 AT だったと思うんですが、それ以外のグレードは全てこの5速 AT になります。はい、こちらメーターパネル。メーターはアナログ式、左タコメーター、右スピードメーター。まあ、すごいシンプルですが、視認性良好です。はい、走行距離は32,220マイル。なんでキロ表示に直すと、まあ、48,000キロぐらい、約12年前の車両で48,000キロですから、まあ、年間4,000キロぐらい、そこそこ普通に走ってる感じで、走行距離的にはちょうどいいぐらいですね。はい、それではいつものように軽く空深してみます。はい、3.5 リッターあるんですが、すごい綺麗に軽やかに吹き上がります。まあ、この辺はさすがホンダの VTEC という感じですね。はい、こちら2011年モデルの US ホンダオデッセイ EX、車両本体価格268万円。この車両ですね、すごい面白いと思いました。ミニバンと言いつつも全長5メーター超え、全幅2メーター超え、まあさすがにフルサイズ版とまでは言いませんが、国産のミニバンとはやっぱりサイズ感違います。で、ボディサイズがボディサイズなだけに、もう車内空間も広々で、この車内のですね広さ、やっぱりですね国産のミニバン、2リタークラスのミニバンとかとはやっぱり余裕が違います。で、しかもしっかりアメリカンサイズでありながら、
電動両側スライドドアであったりとか、まあ、さらにですねこの使い勝手のいいサードシート、まあ、この辺のシートアレンジですね、この辺はですね国産のミニバン並みで、この車両の場合走行距離も少なめですし、外装フルノーマルで、エンジンミッション足回り機関系の状態も良好です。で今車検切れてる状態ですが、整備納車整備して車検2年ついて、おそらく込み込みで300万円ぐらい、これはですねコストパフォーマンスかなり高いと思います。